こんにちは、牧野真嗣です。音は聞こえてますでしょうか。今日は金沢市の立町ストリートからお伝えしていきたいんですけれども、紹介したいお店こちらです。おしゃれ。カーハート WIP というお店です。で、一体ね、どんなお店かというのはもうね、中で詳しく紹介します。はい、どうですか。こんにちは、お邪魔します。どうですか、このね、都会的な雰囲気いいでしょう。この中にさまざまなアイテムが揃っているわけなんですが、そもそもそのカーハート WIP と言いましたが、カーハートというのはアメリカの鉄道機関士の衣類から始まったわけで、その歴史はなんと120年というワークウェアブランドなんですね。で、そのカーハートの WIP というのはより洗練されたものを扱っておりますということなんですよ。わかりましたか。わかりましたね。で、このロゴ見たことある人いません？この C のロゴ、これで、ああなるほど、あそこかっていうのね、分かってくれると思いますけれども、では詳しい話を店長に伺いたいと思います。田中店長です。よろしくお願いします。お願いします。お待たせいたしました。よろしくお願いします。まずですね、お店、こちらのお店についてちょっと教えてください。はい、そうですね、こちら13店舗全国であるんですけど、でそのうちのこのうち、ここ金沢が4月にオープンした店舗になっております。全国13店舗しかないんですよ。で、もう一つ気になるポイントが、そうですね、なぜかここにコーヒーショップ、なぜですか。そうですね、コーヒースペースがあるんですけど、こちら先ほど紹介した13店舗のうち、横浜店、福岡店、金沢店の3店舗しかないです。ほら、どんどんこうレア感が出てきましたでしょ。で、今日はここでですね、コーヒーをいただこうかとも思ったんですが、ちょっとね、先ほどの音声トラブルにより時間がなくなりました。はい、で、こちらのブランドの商品の特徴をまず教えてもらってもいいですか。そうですね、やっぱり流行りにこう流行に左右されないデザイン、かつ生地が丈夫なんですよ。なるほど、なるほど。生地がしっかりしてこれね、生地ね、ちょっと見てもらえばいいんですよ。触った感じで本当に丈夫だなと思うんですよ。で、これだったら結構何年も持つでしょう。そうですね、5年から10年は絶対いけますね。ほら、5年から10年はいけちゃうんですよ。では今日のふむふむポイントもご紹介しておきましょう。こちら、性別年齢問わず楽しめるものが揃ってますよ。イラスト素敵。ということで、まずは店長28歳、はい、こんな感じです。じゃあおしゃれやと思って決めてきました。いい、素敵、素敵、かっこいいし、可愛さもある。イケメンの店長ですから、何を着ても似合うんですけども、でね、実はここ今はね、今はメンズしかないんですけど、レディースの方、女性の方もね、結構買ってくるんですよね。そうですね、カップルでそれこそお揃いで、あ、由来話、サイズがいろいろあるんで、女性の方もね、着られるんですよ。で、ビオちゃんにね、あるある、ほら、どれどれ、オーバーオール、あ、かわいい、これどう、ビオちゃん、あ、入りそうやし、いいね、デザインも。生地でしょ、丈夫です、いいでしょ、ね、生地もいいね、音量しとくから、持つもんね、音量しとくよ。ほで、ここまで来て問題なのはこのここですよ、ローの部分です。ローの部分ということで、私がちょっとですね、早着替えしようと思います。選んでくれましたよね。ご用意してますので、じゃあ、あとちょっと店長おすすめ、はい、ちょっと新しい牧野さん、そうだね、ローじゃないけどね、おすすめを、まずはじゃあこちらから簡単に、お願い、斬新な中継ですね。嬉しいですね。今回シーズンのハートのデザインになってまして、可愛くないですか。そういうことか。はい、はい、じゃあ次すぐに行きましょう。すぐに、こちらショルダーポーチですね。あ、いや、結構定番で皆さん持ってる方もいるんですけど、ポケットが多くて、見ていただくと、中の広さも、しかもこれユニセックス、いいね。で、ファッションのアイテムに入れても可愛いですよね。確かに可愛い。あ、もう、かわいいです。この服装でめちゃくちゃいいですよ ね、 ね、なんかちょっとプレゼントとかでもいいかもしれない。牧野さんはこう着られてますかね。はい、こちら、じゃあ他にリュックとか、リュック、これは通勤通学とかでも全然使っていただける大容量のバッグになってますね。いいね、色合いが。それからこういったシンプルなロゴのキャップも、そう、キャップ欲しいんですよね。性別年齢問わず被っていただける商品です。確かに性別問わないかもしれない。このロゴいいですね。こちらですね、あ、これからね、かわいいですよね、ニットね、カラーバリエーションが結構豊富ですね。それこそスノボーとかスキーのアイテムとして使っていただいても可愛いです。差し色にもなりますよね。本当やね。
あとは定番のパンツがいろいろ並んでますね。もうね、店長が万能すぎて、はい、来てください。行きますよ、はい、できましたか。どこだどこ だ, どこだ。え、もしかして、おえ、かっこいいんじゃな い, い, いんじゃないですか。え、すごいいいいいいいでしょ、新しい感じ。本当だ。え、そのなんかこれどんな感じで選んでくださったんでしょう。そうですね、今回秋冬といえばやっぱパーカースウェットが多くなるんですけど、あえてジャケットを選ばせてもらいました。うわ、そしていいわ、ジャケットいい感じ。帽子、キャップね。え、なんかみんなキャップなんてマラソン以来ですね。店長とお揃いです、仲良しめっちゃいい。ですから本当に老若男女いけるっていうのが分かっていただけたんじゃないでしょうか、うん、着こなしてるもん、着られてないもん。シンプルっていうところもポイントですかね。そうです、シンプル。あとは生地が頑丈だったり、撥水もかかってるので、機能性もすごいんだですって。おしゃれ。これだってなんか切れないんですって。そうですね、リップストップっていう生地が使われてまして、で意外とね、価格がそんな言うほど高くないんですよ、うん、そうだよね。そこも一つ魅力のポイントだと思います。確かに、確かに、うんうん、で先ほどコーヒーショップ、コーヒーご紹介いたしましたけれども、コーヒーだけでもいいんですか。もちろんコーヒーだけでも来てください。ということで、あら、なんとあそこにアイスコーヒーが、あれ、ね、飲めちゃうの。重大なこと言うの忘れてました、はい、今ね、夏物がね、20% から最大 50% 引きなんですよ、この T シャツ。すっごい可愛いでしょ、うんうん、これね、本当におすすめ。1枚ね、8000円から9000円くらいかな。 そうですね、はい、それが割引かかりますので、さらにだからもう今よ、これある分だと思って早く来た方が僕はいいと思います。なんかこれおさらいとかで来たいな。さあ、まあ、そんなこんなで、うん、私はその美味しいコーヒーをちょっとゆっくり。あ、もうおしゃれ、絵になる。大汗かいてますよ。ちょっと腰掛けた感じ、いい感じ、うん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 、かっけーす。あ、美味しい、美味しい、本当に美味しい。あ、さあ、というわけで、立町ストリートに来たらぜひこちらにお越しいただければと、素敵なスタッフが、みんな笑顔で待っておりますのでね、うんうん、ぜひお越しください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。皆さん来てください、ね、待ってます。